私が入荷してすぐに買ったファミコンミニ、なんですか、ニンテンドークラシックミニでしたっけ、はい、あれが実は結構人気でどこに行っても手に入らないことが判明したんですけど、今日なんとこの近所のねゲオで入荷されているということで、はい、何箇所か電話して買えるところを見つけて、この、 中山女子短期大学さんの奥様であり仲良くさせていただいている吉岡さんがね、はい、中山女子短期大学さんへのプレゼントとして買いに行くというだけの動画を撮りたいと思います。じゃあよろしくお願いします。ちょっと中山さんに一言、はい、愛のメッセージをお願いします。ファミコンミニ待っててね。はい、はい、じゃあ行ってきます。、はい、行ってきます。ということで今からね谷町線に乗って関目高殿店に行きたいと思います。天神橋筋6丁目の天禄店は在庫があるらしいんですけど、伝票がなくなっちゃって探し中ということで。あるんですね。そんな、そう、見つからないそうなので、はい、でも今日中には販売されるそうなので、欲しい人はねもう一回問い合わせてみてください。じゃあね、電車が来たので乗ります。ね、張り切って電車に乗ったら宮古島行きで、東梅だから宮古島で終点になっちゃったんで電車を待ちます。ゲオが見えてきました。ゲオです。あるんですかね、本当に関目高殿店。ちょっとだけ手間取りましたけど、さっき電話したのが30分前ぐらいなんで、はい、若干数はあるって言われましたですね、はい、楽しみです。楽しみです。お帰りました。吉岡さんどうでしたか。買いました。やったー。いやー、これでもちょっと見た目だけじゃ、はい、これあれですよね、はい、中山さんにプレゼントためにラッピングしたんですよね。そうです。ちょっと中が分かんないんで開けてもらってもいいですか。あれ結構お店の人頑張ってラッピングしてくれたんですけど。お願いします。はい、分かりました。わーい、メリークリスマス。私が箱を入れて言ってるだけかもしれない。そう、でも思ってたよりやっぱちっちゃい。ちっちゃいですね。ですね。サイズね。そうなんですよ、私も買った時めっちゃちっちゃくてびっくりしました。はい、出ました。じゃーん、やったー、本物です。中山さんやりましたよ。中山さん一緒に遊びましょう。じゃあここで、はい、このファミコンミニの中に信じられないソフトが入っていた。それは何？何にも得意大喜利のあれ、大喜利得意じゃないか。得意じゃないんですよ。あ、そうです。得意じゃないんです。あ、そうなんですね。はい、そうなんです。あ、じゃあ中山さんに今度リベンジしていただくと、はい、家で中山さんに取ってきます。はい、あ、じゃあその面白い答えをお待ちしています。はいはい、そうですね。はい、おめでとうございます。バイバイ。